月には朽ち果てた誰も知らない社があるの。すべてはここから始まりました。常世の国、ここはまほろばの村。この村の時はゆっくり流れる。人も自然も何もかも、そしてたくさんのいいことと悪いことが紡がれ繰り返されていく。そんな中で私は姫子、ほら起きろ姫子。よし、よく起きた。あ、昨日より16秒は早いぞ。さて、今日の日直はどこのどなた様かな。お、いただき。あ、やめてよ、おまこちゃん。それ私のカメラだよ。だめ。ほれほれ、起きないともっと撮るぞ。さ、急げ急げ。ごめんね、まこちゃん。今行くから。ごきげんよう。ごきげんよう、かすみ様。ごきげんよう。どうして？ごきげんよう、泉さん。あ、姫子！名家のお嬢様、文武両道、彩色兼備。夏の激しさ、秋の優雅さ、冬の気高さ、春の優しさを併せ持つ完璧なお方。この学園をあまねく照らす我らが宮様、姫宮千兼様よ。日々申し込まれる縁談、告白、恋文は男女とも数知れず。今週に入ってからでも生徒会長、インターハイ県代表、社長令嬢と御曹司の師弟、他6名が見事撃沈。今や告白に挑戦するだけで勇者と称えられる。そんなお方が何がどう大したことないっての。それともまだ寝ぼけておるんですかい。この子はごめんなさい。わかればよろしい。ま、宮様とかろうじて渡り合える者がいるとするなら学園の貴公子、全国模試のトップランカー、スポーツ万能の青木皇太子、元橘の神様こと大神相馬。あやつめならまあ候補としてぐらいなら認めてやれんこともない。うん、あの二人ならお似合いだよね。誠、
姫か。うん。正午、バラの園で。ねえ、宮様はどちらにいらっしゃいますの？ああ、せっかくお昼をご一緒したいと思いましたのに。お昼になるといつもどちらへお消えになるのかしら。ごめんなさい。どうぞ。その写真見せるのをもうちょっと待って、もうすぐ見せられるから。そう、楽しみね。どうしたの？その宮じゃなかった、ちかねちゃんは毎日とても忙しいでしょ。生徒会の仕事とか部活とかお茶会とか。なのに私なんかとどうして。私このくらいしか姫子と二人でいる時間が取れないから。いけない？いけなくなんかないよ。もしも姫子の迷惑になってるならもう二度としないわ。そうじゃないの、そうじゃなくて、私もね、すごく嬉しいんだよ。本当だよ姫子。どうぞ。ただちかねちゃんはすごくて、どんなことにだって頑張れて何でもできて、本当にお姫様みたいで。だから。そんなことないわ。え？そんなことない。それより、はい。え？あの、ちかねちゃんの誕生会でしょ？偉い人とか学校のみんなとか参加する。もう私も招待状をもらってるよ。それは姫宮家主催の催し物。これは私とあなたのお誕生会。私？そっか、私も。姫子。おい、こけるなよ。あっちゃ。あいった。わあ、ギリギリだ。大変、バス来ちゃうよ。待って、待って。ああ。どうしたんだ？クルスガは？大神くん。その、町に買い物に行こうかと思ったんだけど、バスに乗り遅れちゃって。でも次のバス待ってたらお店が閉まっちゃうし。なーに。あ、間に合うさ。ごめんね、大神くん。いいって、今さら遠慮することないよ。あの時は行き先は海だった。自転車でいくつも坂を越えて、強い向かい風を突っ切って、クルス川があんなに嬉しそうに笑ってくれるなら、俺は月にだって行ける気がした。今だってそのつもりなんだけどな。何、大神くん、何て言ったの？しっかり捕まってろ。大神くん、今日はその本当にありがとう。これどうしても欲しかったから。そっか、明日クルス川の誕生日だろ。うん。二人で会えないか？そのどうしても話したいことがあるんだ。明日じゃなきゃダメ。ああ、そのあの、うん、それじゃあまた明日な。そうね、これでも良いのだけれど、少し色が派手かもしれないわ。このパニエも広がりすぎてる感じだし、子供っぽいかも。
でしたらマーメイドラインのタイプもございますが、お試しなさいますか。ええ、かしこまりました。しかし珍しいですね。珍しい。いつもなら衣装のことは私にお任せくださいますのに、お召し物でここまで迷うお嬢様は初めてでございます。そう、そうね。明日は今までの誕生日とは違うもの。明日のことを思っただけでこの胸の高鳴りが抑えられないくらいに。お嬢様、本当に特別な一日。どうした、まだ起きているのか。兄さん、告白？別に無理やり飾り立てることもあるまいに。どうしたって、お前さんはお前さんさ。それはそうだけどさ。まあ私のような研究バカの僕年人が言っても説得力はないか。兄さん、そんな。まあいい、納得するまで悩め。どうせ寝られやしないだろうしな。ちっ。知り得たこと、未だ知り得ぬこと、知らざるを得ないこと、そのすべてが無駄であってほしい。どうか。ちかねちゃん、綺麗で強くて優しくて素敵なちかねちゃん。私ね、ちかねちゃんと会えてお友達になれて本当に。ちかねちゃん喜んでくれるといいな。その朝は、私とちかねちゃんの誕生日の朝は、深い闇罠に包まれたのでした。何これ、日食？そんなニュースどこでもやってなかったよね。お嬢様、これは一体。時は来た、オロチの者よ、我がインナのハララゴよ、黒い口縄の末よ、立て、打ち滅ぼせ日の御子、月の御子。ソーマ、ソーマ、ソーマさん、ソーマ、しっかりしろ。御子を殺せ。ということだ。まさかこんな形で実現してしまうとは。これらの呪いはことごとくあなたに挑み実現するだろう。あなたは町にいても呪われ、矢にいても呪われる。入るときも出るときも呪われるだろう。やばいよ、逃げよ、姫子、ほら。お嬢様、どちらへ。お嬢様、you
であろう。天は赤金となり、地は黒金となる。あなたの亡骸は全ての空の鳥、地の獣の餌食となり、それを追い払う者もまた。やっぱり私が出ないと収まりがつかないわね。主よ、何時の敵を打ち滅ぼしたまえ。よかった姫子。主のもたらされる硫黄の火を降らせ、この地を腐きもろとも滅ぼした。あれはまさか。塩の柱となるがいいわ。やりすぎてしまったようね。巫女の死体の確認はできるのかしら。これはどういうこと。私の炎から巫女をかばったというの。俺はオロチじゃない。俺はオオガミストーマだ。貴様ら、姫子に何をするつもりだ。
お願い、姫子。お願いだから起きて。でないと、私。私は。行かね。姫子。僕も。姫子を俺に襲わせてくれたな。ルサンタロ。姫子、日輪光烈大決戦。姫子ハッピーバースデー。姫子、俺はオロチと戦う。姫子は渡さない。オロチが村にもたらした悪夢は、黒い渦となって私を飲み込み、押し流していきます。砕かれる日々の暮らし、巻き込まれた人たち、定めの重さに逃げ出す私を、オロチの鎖が縛り上げます。次回、神無月の巫女、第2話、重なる実滅。ヒカネちゃん、私、どうしたらいいのかな？